こんにちは、日野です。今回はですね、いぐさの商品について少しね、一部なんですけれども、ご紹介してみようと思います。で、熊本地震ということで、今ちょっとファックスが鳴ってしまいましたけれども、熊本地震の、復興支援ということもありまして、やはり熊本の、水の子さん、水の子会ですね、水の子さんを、応援させていただくっていうのが、やっぱうちの店の今の願いでもあるんですね。で、これの、水の子の商品、をできるだけね、やはり、伝えていく、こういう時にこそやっぱ使っていただき、購入していただくことで、それがね、熊本、の復興にも、役立つということを思いますので、いいものであればね、やっぱ使っていただきたいなと。もう本当にこれは気に入って使ってみたいなと思った方だけでね、別に強制でも何でもないんですけれども、そういうので、よかったらということで。ただ、いぐさに関しては本当にいい商品ですので、いぐさ自体が、今ほとんどもう樹脂コーティングっていうことで、コーティングされてるわけです。で、そうするといぐさ自体の呼吸ができないわけですよね。で、それでは、使ってもあんまり意味がないということですので、いぐさの本当のいぐさをね、使っていただきたいなということで、水の子のいぐさっていうのをですね、お伝えしているわけです。で、僕自身ももう10年以上前に、家をちょうどこう、新築する時に畳を入れるっていう時になって、その時にちょうど水の子さんのいぐさの畳のこう張り替えをやって斡旋してたんですね。ですから、今ちょっとね、できてないというか、今してないんですけれども、またできることがあればね、お伝えできればと思うんですけど、その時ちょうど畳を新しく入れるっていうことで、どうせであればということで、その6畳の部屋があったんですけど、そこをいぐさ、水の子さんのいぐさの畳で、全部させてもらったんですね。で、そうしたら、やっぱりもう10年以上、10年ぐらいになるんですか、なりますけれども、やっぱりそこでちょっとゴロンと横になると、それだけでもね、気持ちいいねっていうことで、うちの妻も言ってくれるんですね。自分もそこでこう横になってると、なんかこう癒されるものがあるなというので、やっぱり水の子さんのいぐさの力っていうのをね、感じるんですよね。で、この前、いぐさの絨毯っていうのを、これ今ちょっとあるんですけれども、店でお客様にも見ていただいたんですけど、非常にこれ、大きいんでね、全貌を見せることはちょっと難しいんですけども、これ、2畳用のいぐさの、絨毯です。この、模様というのか、これも非常にいい模様でね、お客さんがたまたまその時来られた方が、10年以上前に、その直接水の子さんから、このいぐさの絨毯を購入していただいたっていうことをおっしゃってて、で、10年経った今も全くほつれもないし、非常にいい状態で使えてますっていうことをおっしゃっていただいたんですよ。ですから、そういう意味ではね、やっぱすごいなと。10年以上、余裕で使えるものですし、そう考えたらコスト的にも、いぐさの絨毯、2畳用ですけれども、全然安いんじゃないかなって思うんですよね。で、しかも、本当にいい香りもしますし、浄化し続けてくれる、コーティング、樹脂コーティングっていうのももちろんしてませんので、非常にそのまま、いい状態で、ここに、座ったりしていただくことで、本当に夏場であればね、こう癒されるものもあるでしょうし、ずっとその方は引きっぱなしにしていると。しかもそれを2部屋で使っていただいているそうなんですね、それぞれ2畳用。そういうので、このいぐさっていうのはですね、今畳の文化がね、なくなりつつありますけれども、いぐさっていうのをですね、もう一度見直して、この家の中でね、使っていただきたいなっていうことですね。で、これは今見ていただいたのはいぐさの絨毯なんですけれども、いぐさの寝ござとかもあります。1畳用の寝ござで、2畳用の寝ござっていうのもありますので、そういうのであればね、もうちょっとお手軽な値段で、使っていただけますので、そういうのも、ちょっとこう敷いてゴロンと横になるだけでも非常に気持ちいいものがありますので、この夏場使っていただければなと思うんですね。で、あと、いぐさの寝ござ絨毯とこ、ちょっと前にご紹介したんですけれども、この履物、草履ですよね、っていうのも出てきてます。
で、これもまあ実際こう見ていただく方がね、分かりやすいかなと思うんですけど、これは紳士用のイグサの草履ですね。まあ、早速お客さんの中でもね、使っていただいている方が出てきて、お客さんのところに行くとこれがこう玄関先に置いてたりっていうこともね、あったり、あとお客様の中ではイグサの草履をね、店に履いてきていただいたりっていうことで、まあこれ女性用の青系のやつと、こちらが赤系のやつで、まあ、非常に気持ちいいとやっぱり言っていただきます。履き心地もいいし、まあ、ちょっとこう家で履くのもいいですし、ちょっとお出かけの時にもね使えますし、まあ、非常に、これはいいんじゃないかなということで、まあ、僕自身もねこの夏はこのイグサの草履を家でね、ちょっとまだ使えてないんですけども、これから使っていこうというふうに思っています。ぜひね、まあ、こういうのもうまく活用していただければなと思います。イグサに関してはね、いろいろ今まで述べてきたんですけれども、まあ、今度の7月の23日土曜日ですね、その日には上村会長にもですね、この店に来ていただいて、またいろんなお話をしていただく予定になっていますので、お時間があればね、まあ、ぜひ来ていただければなと、まあ、ちょっと遠い方はね、遠方の方は難しいと思うんですけれども、まあ、関西圏におられる方とか、もしお時間があればですね、7月23日土曜日10時から12時ということでやりますので、ぜひ来ていただければなと思います。で、イグサのことについてもね、またいろいろとお話ししていただけると思います。今回は以上になります。ありがとうございます。